さあ皆様こんにちは。というわけで動画始まる前に、この動画もう何時間のあれぐっちゃぐちゃなので、いつもの Vlog は1日で撮るんだけど、この Vlog はもうなんか何週にもわたって撮ってる。いろいろずっと Vlog 撮ろうと思ってやめて、 Vlog 撮ろうと思ってやめて、 Vlog 撮ろうと思ってやめてを繰り返してて、この past 3 weeks なんていうの past 3 weeks この全3週間だから3週にわたってるので、時間の感じはそんな感じなので、よろしくお願いします。ではダンコンクコン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 。お姉さん元気やん。そんな元気で保育園行かなかったん？うん。なんでいじめられてんのか。実はね、実はお家でね、言いたいことがあったん。お家で言いたいことがあったん？うん、実はあんたお家で昔遊んでるものを遊びたいねんな、自分だけの。あ、そうなん。一人で今日遊びたかったん？うん、そうなん。保育園の母ちゃんし保育園のアホなガキどもと遊びたくなかったんか。うん、あのアホもガキたち言いへんで、ね、保育園周りアホやばっかやろな。っていうか保育園さん、まさきあんちゃんのこと大好きって言いました。まさき、うん、イケメンのやつ。イケメンのやつに大好き言われた？うん、あんちゃんに。え、あんちゃんに告白された？あんちゃん、うん、ガチ？ケンタ見てください。はい、見てますよ。不気味ですよ、お姉さん。これ見てケンタ、うん、非常に不気味ですよ、お姉さん。お人形だって言ってるじゃねえかよ。ええー、でも、ルピー乗り切ったやろ。まさきはそれでどうしたん？うすか。大人になったらおしっこ見せてめっちゃおもろいこと言われた。大人になったらなんて？おしっこ見せてねって言われた。ガッキー？なへべ。どんどん。おしっこ見せてねって言われた。何それ？あは、やっぱアホやな、保育園生はな。あんたアホと思ってない。うん、おいしい。あ、まさきアホちゃうの？うん。え、なんか好きなんちゃう？あんちゃんそんなこと言って。え、あんちゃんまさきのこと好きなん？あんなさんで、あんちゃんはまさきのこと好きなの？はい、まさきのことバカとは思ってませんよ。ってことはずっと思ってじゃあ好きなんですか？はい。好きなの？おくー、うん、あんなさん両思いでございますか？うわ、暑いですね。ケンタはそろそろ寝ようかな。あんちゃん、母ちゃんに携帯を渡してきて。ケンタもう寝ますって。母ちゃん母ちゃんちゃんなあお姉さん、いい年してそんなエフェクトつけて。それ言ったらあなたのお母さんこれしとったから。ね、不気味すぎやろ。あんちゃん、もう嫌だやもう。嫌。あんた遊んだんでしょ。ちんじゃない。あんちゃん何、まさきに告白されたんだってお姉さん。浮かれとんちやね。浮かれとんのか。まさき、私はまさきアホとは思わないだって。かわいいね。見て、フィルターからの現実。うん、そんな変わんないんでしょ。え、待った、いや、そういうんじゃ別大して変わんなくね。もしもいい加減この変なフィルターやめ。どう？何を笑っとんの？現実厳しい。厳しく可愛いでしょ現実は。厳しい。じゃあお姉さん今日もうるさいアンナさんとお仕事頑張ってください。うるさいから本当うるさいからね。うるさいから大変から私が言ったら泣く。黙れよとか言ったんだよ。はい、お疲れ様です。頑張ってください。おやすみ。3度目
皆様、今日は夜のドライブです。3回目、ね、2回目の時も夜だったけど、人生3度目のドライブです。今日はお疲れ。眠いけど頑張ります。Got your mirrors, everything's checked out fine. Now you want to put your blinker on, let's go right. Right, okay, so. You got your turning signal on? Yeah. Good. And then. Big, active driving. That thing that I forgot to get you to do is to always make, you look over your shoulder in case a cyclist, right?As long as you know where the brake is, you're good, right? Nice. Go right here. Slow down. Right here? Slow down. Slow down. Go brake, right here. Brake. Yeah. Turning signal and look you over your shoulder when you turn. Oh, yeah. Right? I'll try to give you more time so you know what you're doing.Okay, so there might be cars on your right and on your left, but you're looking at your mirrors and you're seeing where they are. Do you have any cars on your right? Can you tell in your mirror? Yeah? Okay. Yeah. Like a homeless or... Oh no. Don't need that.Oh yeah. How long have you been growing out your hair for? Like, around 3 years. 3 years? Yeah. Yeah, 3 years. Huh? Yeah. I think so. Well, what do you want to do? This is gonna be the third year now, yeah. Yeah, 3rd year. So, what do you want to do with it today? Cornrows, box braids? Since I did cornrows last, I think I'm gonna do box braids. Box braids. Like, medium. Four on the side? Or... Four on each side? Yeah, four on each side, right? Yeah. Nice and thick. Okay.Yeah, jumbo. Yeah, let's do it then. Yeah, jumbo box braids. Let's get it. Yeah, so fade on the side first. Yeah. You keeping the little chin strap here? Think I should? Yeah. It's kind of thick now. Yeah, you should keep it. I'll keep it. You look more Mexican like that. Yeah, I got kind of lazy, so I didn't shave it. Yeah, so you should, I just yeah, kept you should it, keep like, it. Yeah, let's do it. Number two, too many hoes. Spin? Shout out to my spin. Shake your braids. Killy. Yes, sir. Let's go, baby. Looking good, my B. You already know. Get at my boy. Shout out to Kenta. And, you know, shout out to all my people that I fucking love. Let's get this shit popping. All right, let's hear something in Japanese.ありがとう、マザファッカー、テカシ。皆さん、改めまして、こんにちは。今日は、日曜日、休みです。明日も休みです。日月休みなので。で、今日は、まあ普通に、日曜日はいつも遅めに起きます。7時に起きて、ジム行って、ね、ジム行ったところからずっと撮っとけばよかったね、今日。まあいいや。ジム行って、何でしたっけ、ジム行って、アンディと合流して、アンディとご飯食べて、アンディの髪して、そっから、そのさっきのブサーニオっていうんだけど、高校の時の友達、唯一の高校の時からの友達ですね、の髪をして、今は、何時フォーキン。11時前だから、まあシャワー浴びて、動画編集して寝ようかな。まあでも、今日撮んなかったけど、明日は一日ブログ撮ろうかな。休みの日、休日、何してるか。まあ別に大してすることはないですね。明日は別に友達の髪もする予定はないから、まあジム行って、編集して、あとマッサージ行けたらマッサージ行こうかな。そんな感じですね。まあ土日はいつもこんな感じですね。友達の髪をすることが多いかな。平日はする時間なんかあるわけないから。で、友達そう、何人か。仲いい友達だけは休みの日に家でダブりながらやることが多いですね。というわけで、明日会いましょう。ビザ。
あ、というわけで次の日です。もうジムも終わっていろいろ、もう一日だいぶ経ってるけど、今何時、今11時とかだね。11時過ぎで、今日も休みです。月曜日今日寝坊したんですよ。そう、日曜日今日は休みだけど、休みの日も月曜日はいつも5時に起きるようにしてるんだけど、今日は寝坊して6時半に起きてしまったので、今日は少し遅めのスタートでしたね。そう、休みの日1日だけ、日曜日だけは7時まで寝るようにして、まあ7時間8時間週1回だけだから、今日は朝ジム行って一人で撮影しようかと思ったんだけど、筋トレ胸トレしたけど別に撮んなかったね、一人だったしね。で筋トレ行って2時間ぐらいで、その後そう1時間半ぐらいスタバで動画の編集をしてました。 TikTok とかインスタの細いちょっとした1分ぐらいの動画とか、そうなるべく毎日あげるようにしてて、でも平日は編集する時間なんか基本ないから、こうやって休みの日にまとめて編集するようにしてます。なんか今日から寒いね、今日は。ほんとこの間まで8度とか、クリスマスの時も8度9度ぐらいあって全然寒くなくて、今年はもう冬が来ないのかと思ってたら、今日ぐらいから急に寒いね。あ、今からマッサージに行きます。予約も取ってないから入れるか分かんないけど、今からマッサージです。今日は雨です。いやガチ寒くなったな、マジ。先週までフーディーで問題なく、フーディー1個で、フーディーパーカー、まあ、そのトレーナーみたいなので十分だったけど、もう今はトレーナープラスジャケットがないと寒いね。それでも寒いわ、トレーナープラスジャケット着てますかね。ついに冬が来てしまったのか。今年の冬は遅かったね。今日ちょびっとだけ朝雪も降っとったし、やだやだ。 Hello Hello You guys open? No time for body massage?というわけで今から1時間マッサージです。では、あ、というわけでマッサージは終わりまして、結構前に終わったけど、マッサージ終わってまた1時間半ぐらい編集してましたね。あのカフェで、カフェっていうかタピオカ屋さん、バブルティーの店でまた1時間半ぐらい動画の編集をして、で今から、まあ、とりあえず一段落したから家に帰ろうかな。あ、でもその前に買い物、ちょっと買うものがあるから、ちょっと買い物して帰ります。最近マイクこれずっと昔から持ってたけど、そう自分の通った動画見て声聞きに行くと思って、マイクをその YouTube でも使うようにしましたね。接続はそう面倒くさかったけど、まあ声さすがに聞き取りにくいし、字幕入れるのもだるいので、ちゃんとマイクを使うようにしました。外で撮るときは、中で撮るときもなるべく撮るよう、つけるようにするけど、でも三脚があった方がいいかもな。ずっとこんな下から鼻の穴見せられたらみんな嫌だもんね。日曜日はいいね。日曜ちゃうわけ、月曜や。そう、月曜休みなのはいいね。やっぱ人が少ないから、休日はいつもこんな感じで、月曜はみんな仕事だなんだなって、基本一人だからこんな感じでいつもジムに一人で朝行ってマッサージ行ったりとかサウナ行ったりとかしてますね。でその間に編集をひたすらやるって感じ。よっ、こんにちは。あ、こんにちは。あ、紅茶やん。危ない危ない。紅茶買うんだった。紅茶、紅茶。なんやんけ。The fuck? う？あ、あるちゃん。ラ。アールグレイ。どうしてあるか。
うん、どこだよ。あ、三脚だ。そう、三脚ミューゼ。ね、なんかいい三脚ないかな。これとかなんかシンプルでな。はあ、84ドル？これで8000円だってバカじゃないのか。アホやな。まあ、いらねえか。三脚別にあるしな、今思ったら。家に使ってない三脚が山ほどあるわ。ありました、これです。そう、こっちでは生ゴミを別々に捨てるないといけません。なので、ここのキッチンオーガニックウェスト、生ゴミってことですね。をこれを生ゴミの別のゴミ箱に捨てます。さあ、What the fuck。 見れば見るほど魅力的な方好き待てよ、今 YouTube のコメントが来たから今ちょっと読んであげるわ。ちょっと待ってよ。見れば見るほど好き、ハート、アリスちゃん、ありがとうございます。コメントね、コメント全然どこでも、 TikTok もインスタも YouTube も全部何コメント返せてないけど、ちゃんと全部読んでますので、目に入ってる分には。皆さんコメントありがとうございます。嬉しいです、ハート。帰ってきて今日は髪の毛を洗います。なのでどうし、このままツイストしたまま洗おうかなと思ったけど、もうツイスト今日取ります。ということでツイストを取っていきます。そうそう、コメントは、でもコメント本当にほぼ返してないけど、たまに返すかな、でも基本返してないけど、でも全部読んでるので、その何、あ、このコメント返そう、動画にしたら面白いなっていうのは、質問コーナーとか以外でも毎回動画毎回上げるたびに最後の方にコメント1個だけ選んで返してるので、皆さんよかったらコメントお願いします。地味にツイスト取るのもめんどくせえんだよな。根元はこのリツイストしては毎月、そう、月に1回ぐらいしますね。毎月します。それで大抵この根元ツイストしたら、大抵この2個にトゥーシャントゥーストって言うんだけど、2個にツイストします。持ちがいいから。髪の毛は週1ぐらいで洗いますね。週1か2週間に1回か、ね、普通の髪してる人からしたら歯切ったねと思うかもしれないけど、まあドレッドとか編み込みしてる人はこれが普通です。まあでもこっちの人は別にドレッドとか何編み込みとかしてない人でもシャンプーは週1って人多いよね。あんま洗いすぎてもね、すぐぐっちゃぐちゃになるし、編み込みとかね、そんな毎日洗ったらもったいない。だから潔癖症で毎日髪の毛洗わないとダメです、嫌ですみたいな人は、まあドレッドとかはまあ向いてないかな。あとフケがひどくて髪の毛毎日洗わないといけないとかいう人もあんま向いてないね。やっぱフケが出たら洗わないといけないからね。で毎日洗ってたらドレッドどんどんぐちゃぐちゃになっていくので、あ、結構質問でフケがどうのこうのあでどうすればいいですかってよく来るけど、別にドレッドしてるだけで、何、美容師なだけで、そんな頭皮のスペシャリストではないので、そのフケの対策とかは知りませんね。もうフケ対策のシャンプーを使ってくださいぐらいしかアドバイスはできません。あと意外とそのシャンプーの何使いすぎ、洗いすぎでフケが多い人も多いよね。毎日シャンプーで洗うのやめたら、何、水でシャンプーするだけにしたらフケ減ったとかいう人もよおるしな。そのシャンプー使いすぎで何、逆に乾燥させすぎてフケが出るって人多いからね。そんな感じやな。ちょっと今一瞬ライブ行く？ちょっとライブ行こうか。さあ、というわけで軽く TikTok ライブを しながら撮ったので、撮りました。ツイスト撮ったので今から洗います。 TikTok ライブ見てくれた人ありがとうございます。もし撮ってるところの TikTok ライブ見て、 TikTok ライブ撮ってるところの TikTok ライブ言いにく、 TikTok ライブ見たよって人いたらコメントに書いててください。じゃあ洗っていきます。パッ、よくインスタとかであるやつあるでしょ、今日はどうしましょうみたいな。あれ YouTube に今日は。今日は何、これ何すればいい、今日何にします、何が、坊主で、ちゃうちゃうやん。はい、今日何にしましょう。
今日はいい感じにお願いします。違う見たことないの？20年間童貞で彼女が欲しいです的なバックストーリーが欲しい。OK、 はい、はい、今日はどうなさいましょう？今日は22年間童貞なんで、女の子を捕まえられるような髪型にしてください。僕からだな、このクセッケデートが欲しいね。このどんだけ俺じゃあこのチンゲが原因でとかが欲しいね。はい、じゃあ今日はどうなさいましょう？アンチコメで来るぞ。来ない。はい、今日はどうしましょう？このクセ毛を、このクセ毛をどうにかしてください。じゃあこのクセ毛で彼女がいたことないので、このクセ毛で彼女いたことないのでどうにかしてください。任せてください。これで童貞卒業します。1週間以内に。タカさんの髪を切って中華を食べに来ました。いつもの中華屋さんです。久しぶりです。あ、皆さんこんにちは。ということで帰ってきました。病気です、ごめんなさい。メキシコで風邪もらってきたんだ。そうですね、メキシコ行ってきて、絶賛インフルエンザになってしまいました。ということで今週からまたリスタートということで、皆さんお楽しみくださいませ。あ、こんにちは。お久しぶりです。なんかインフルエンザでしたとかあるでしょ？大嫌い、世間SNS 大嫌い。消えればいいと思ってる。じゃあお前フォロー全員外せよ。俺900人もフォローしやがってよ、インスタ。この野郎てめえ、友達活動してんのか？これだ、友達活動。お前見てんだぞ、お前。女の子、日本人の女の子、お前全部ライクしてんじゃねえか。マジか。いつもポスト見たらライクツバイタカ大村だから。ええだから友達なの？いやいや、しないっしょ。お前ちょっと可愛いからってワンチャン狙ってるだけだって。分かったんだよ先生は。怖いですね先生は。お前ホントライクしてんだよ全員。あ、そうなんだ。でもそれでさ、女の子だけライクしたらさ、僕そう言われるから、男もしぶしぶライクしてんの。じゃあ通しますよ。誰でも友達は全員、男女関係ない。だからそう、こう言えるからね。言えるか言えないよ。いや本当は女だけすればいいんだけど、そしたらもうわしにバレちゃうから、女男女関係なくっていう程度ね。いつ撮ってんだよ。さというわけで皆様、次の日です。ジム終わって、そう、今日は背中トレしましたね。背中トレして、今日はシオン君も帰ってきて、シオン君とディシャン君と3人で筋トレしました。それで今日朝のお客さんがいないので、時間があるから、そう、カフェに来て朝ごはん、これチキンなんとかパニーニみたいな、チキンだったっけ、ビーフだったっけ、忘れたけど、これと紅茶を食べてます。それで、そう、昨日動画エンディング編集しようと思ったらエンディング撮ってなかったので、エンディング撮ってます。というわけで今日も見てくれてありがとうございました。この間の動画、自己紹介の動画、みんなめっちゃ見てくれてありがとうございます。コメントをみんな読みました。嬉しかったです、ありがとうございます。そう、コメント本当良かったです。真面目っぽくて応援してますみたいな、嬉しいですね。あと面白いですとか、面白いって言われたら嬉しいね、やっぱ。そう、なるべく、ね、基本的にネクラだから普通に喋ってたらつまんなくなるから、そう、なるべく面白く喋ろうと頑張ってるので、面白いと言ってもらえたら嬉しいです。今日の質問は、なんで YouTube を始めたんですかってことで、目的は何ですかみたいな、まあ、目的は YouTuber になるため。まあシンプルに言うとそうだね。その美容師、別に今のやってる仕事、美容師別に嫌いでもないし楽しいんだけど、まあ一生やってたくはない。美容師ね、好きなんだけど、髪とかやるのは好きなんだけど、やっぱ自分の性格には合ってないかな、この
やっぱ陰キャだから、その毎日新しい人と会うとか結構めんどくさい。そう、あんま好きじゃない。 そこの面に関しては髪の毛するのはいいけど、その毎日新しい人に会って接客、そう接客業があんま好きじゃなくて、美容師とかももろ接客業だからね。レギュラーの人は別にもう大して接客とかもないけど、やっぱ最初の人は一応その何礼儀正しくとか、いろいろ一応 上目っ面の何上っ面の会話とかしないといけないじゃん。まあ、そういうのが嫌いだから、そう別に興味のないこと聞かないといけないじゃん。出身はどこなのとか、まあ、別にいいんだけどね。まあでもそういうのとかそんな好きじゃないから、まあ、美容師はそんな一生やりたくないだから、まあ、でも他にできることもないからね。別に他勉強もできないし何もできることないから、 YouTube とりあえず始めようかなと思って。まあ YouTube で稼げなくてもやっぱ知名度がある程度だったら、ね、何するにしてもいいかなと思って。まあそんな感じですね。ガチの答えで言うなら YouTube 始めた理由はそれです。今日も動画を見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメントお願いします。あとベルボタンも押してシェアもお願いします。というわけでもうだから YouTube も本当にガチるのでお願いします。最後の挨拶、Thanks for watching. See you in the next video. Bye. ちげえよ。Thanks for watching. See you in my next video. だよ。バイ。Can you tell me?